もちしゃです。あります。さあ、まあこのチャンネルはどういったチャンネルでございましょうか。これはですね、まあ皆様と一緒にですね、我々が毎回ぜひ皆さんに紹介した一曲を持ってきまして、でそのミュージックビデオをみんなで見て楽しんじゃおうかな、いややっぱやめとこうかなっていうチャンネルです。楽しんでもらいましょう。そっちにしましょう。よっしゃ。ありがとうございます。やったぜ。2人しかいないのにこのテンションおかしいよね。確かにね。横のカラオケルームよりテンション高いから多分。でも僕少数の方が好きなんで。わかるわ。いっぱいいると逆に黙っちゃう。黙るわ。隅っこでずっとこうやってるタイプなんで。はい。1人2人ないし3人が一番楽。一番楽だよね。はい。わかるわ。ベストですこれは。ありがとうございます。褒めちゃいない。何ですか今日は。じゃあ今日はですね、じゃあ僕が参りましょう。じゃあ早速発表いたします。お願いします。今日の曲はバズ・コックスで「エバー・フォーリン・ラブ」です。こちらでございます。ドン。バズ・コックス「エバー・フォーリン・ラブ」、これ7インチでございますけど。知らないですね。知らないですか。聞いたら分かんのかな。聞いてももしかしたら分かんないかもしれない。そんなにメジャーなパンクバンドなんですけど、そこまでメジャーじゃないかもしれない。ああ、なるほど。分かんないかも。パンクバンドって言ったらまあクラッシュ、ピストンズ、ダムド、まあラモンズとか、まあこういった大家というかめちゃめちゃ有名なパンクのまあ視点の、あるいはまあナンバー3とかそういう感じですけども、このねバズ・コックスはまあそれよりはちょっと後輩に当たるんです。若干まあ1年ちょっとの後輩だけど、だからそのいわゆるそれらのメジャーなパンクバンドよりは有名ではないんだけど、でも UK ロックってそもそもね、どこの都市が有名とかってなんかわかります？有名っていうか、その UK ロックってどこの出身のバンド多いよねとか、あんま考えたことない。あんまりないですね。全然わかんない。全然わかんない。まあ基本的には例えばまあロンドン、日本で言ったら東京、まあ中心でまあ活躍すればメジャーへの近道になるっていうのがあるんだけど、UK ロックってロンドン以外に一つ有名な都市があって、マンチェスター。マンチェスターわかります。わかる。マンチェスターから出てるロックバンドってめちゃめちゃいっぱいいて、しかもどれもかっこいいのよ。ね、例えばジョイ・ディビジョンとか、あとはもうまあジョイ・ディビジョンからだともうニューオーダーになったりとかするけど、あとはマッドチェスタームーブメントってね、マンチェスタームーブメント、ロックムーブメントができた時のまあストーンズですとか、シャーラタンズとか、あとインスパイラルカーペッツとかで、一番有名で言うとオアシス。オアシスですよね。わかります。サッカー好きですしね。サッカー、そう。はい。でマンチェスターってそんだけ有名なさバンドいっぱい出てきてるけど、そもそもねこの素地、出てくる素地を作ったのがこのバズ・コックス。すごい人じゃないですか。すごい人ね。もっと評価されてしかるべきバンドなんですよ。向こうでは有名なんですか。でも向こうでは有名だと思う。ミュージシャンズミュージシャンというか、パンクバンド、割とポップなパンクバンドやる人は必ず通るバンドだと思うんだけど、このバズ・コックスのメンバーがロンドンに行ってね、まずセックス・ピストル見たの。見てこれがかっこいい、この今パンクってムーブメントが来てるんだ。でも地元のマンチェスターでは全然パンクって流行ってないよねまだ。なってピート・シェリーがメンバーボーカルがね、じゃあマンチェスターでピストルズ呼ぼうと、マンチェスター地元でパンクムーブメントを起こそうと言って画策して呼ぶの実際。呼んでピストルズにフリートレードセンターって場所でライブをやってもらうんだけど、その時前座をバズ・コックスやるの自分たちで。そのライブって人数がまだ全然少なくて40人ちょっとぐらいしかお客さんいなかった。でその40人の中にジョイ・ディビジョンのピーターとバーナードがいて、で後のスミスのボーカルのモリッシーもそのいたの40人。すごいのよ。そういう伝説的な40人ちょっとしかいないライブを招聘したバズ・コックス。とキワ荘的なの。トキワ荘的な、確かに。はい。全部あそこからなんだよ的な。そう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 。すごいっすね。フリートレードセンターからすべてが生まれたような。いいっすね。だからそこからそのなんか do it yourself というか、自分で何でもやってしまおう。ああ、なるほど。っていう流れができたっていうのもある。ええ。バズ国際ってかっこいいと思ったバンドを地元に呼んで、で自分が前座になって、でそのマンチェスターの中でミュージシャンを目指してる才能のあるやつだけ集めてきて、一緒に見て、で翌年にはバズコックスはダムドの前でやったりとか、あとピストルと一緒にやったりとか、もう夢を1年で叶えていくっていう。だから結構今に通ずるものあるかもしれないですよね、そうやってどんどん YouTube とかでコラボしてどんどんそう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 大きいところを自分から行ってそうそう自分のねチャンスをつかんでいくっていうね、それをその時代にやるのはすごいっすね。すごいと思うわ。よくやったな。今回のミュージックビデオの見どころなんだけど、なんですか、なんとね公式が当時のテレビ番組をまるっと出してくれてるというか、バズコックスが出演していた「トップ・オブ・ザ・ポップス」っていう番組があるんだけど、それをバズコックスが出てるところをそのまんま、あ、いいっすね。でもオフィシャルなんですね。そう上げてくれてるから、いいっすね。それちょっとねいい感じ。ああ、いいっすね。テレビ番組ってあら感じるね。え、一言で言うとじゃあ何なんですか。やっぱりかわいい。あらかわいいかわいい。パンクロックバンドのくせにかわいい。かわいいの好きっすよね。そうかもしれない。ホモなんですか。ホモセクシュアルではないですか。でもねこれちょっとねマジなんだけど、かわいい女の子よりかわいい男の子の方が好きかな。これ全否定できないんですよ。全否定できないんでちょっと難しいですね。分かっちゃうんで。分かっちゃう。そうなんですよね。なんていうかな、なんていうかな、なんか可愛い男の子とかいいじゃん。そうなんですよね。ね。そうなんですよね。なんか女の子だと緊張するっていうかね。一緒になんか例えばパンクバンドのライブ見るにしても、女の子と行くより男と行ったら楽しいと思う。それはありますよね。それはそうなんですよ。気を使わなくていいとか。だってね、女の子とそのスタンディングとかだったらもう。どうしようってなりますよね。守んないとみたいな。そうそうそう。あんま前行くとこう押しつぶされるし。そうするとなんか楽しめないで。誰が女の子と見に行くのが辛いねって話になる。気持ち悪いっすよね。気持ち悪い話になる。こんな年齢でそんな話。そうです。おじさん。そんなことはやめていきましょう。だから。で可愛いと。可愛いんです。ああ見たいです。という感じでございますけど。曲の感じで言うと、割と例えばクラッシュとかピストルズって政府に言ったりとか。割とその政治的なメッセージが入ってたりとか世相が入ってたりとかするけども、割と恋愛の曲であったりとかそういうとこも多くてバズコックスは。だから今回の「エバーフォーリングラブ」もラブソングかな。あー、いいっすね。簡単いいじゃないですか。ちょっとポップな。見ましょう見ましょう。いいっすね。バズコックスはね、バズコックスっていうバンド名はちょっとあんまり下ネタな感じなんでね、バズってうるさいってどんどん言うじゃん。そうですね。コックスって下半身のね一物のこと言うから。そうっすよね。あ、じゃあモロなんですね。そう、俺の一物すげえうるさいです。いや、すごいブンブンバイみたいな。そうそう、コックってそうっすね。うわ、すごい名前じゃないですか。すごい名前なんでもなんかちょっとねポップなバンドなんですよ。スカンチみたいな感じですね。じゃあそうね、スカンチもポップだよね。でバンド名はやばいじゃないですか。やばいよね。なかなかやばいもんね。さあ検索としましてはバズコックスの「エバーフォーリンインラブ」と打っていただいて、まあ一番上に出てくるんで。なるほど。サムネイルはねボーカルのピート・シェリーの顔になっております。そのタイトルの後ろに「トップ・オブ・ザ・ポップ」ポップスっていう番組名のカッコに入ってますから、さあこれを見てもらいましょう。よーいスタート。よいしょ。あらー、古い古いって古い。でもいいっすね、あのタイトルとか。いいでしょ。ああ、すごい。ちょっとなんか純朴な感じしますします。とにかくねメロディーがポップなのよ。もうポップっすもんね。もうポップでしょ。はい。歯医者帰りに弾いてますみたいな。いやそれピート・シェリーのシャツでしょそれ。そうですね。別にネクタイこうやってやって放り投げしたわけじゃないではないですけど。違うけど。若干そういう。まあマンチェスター田舎っちゃ田舎だからね。ああなるほど。あんまちょっとファッショナブルじゃないのかね。はい。でもテレビですからね。テレビだ。まあすげえ言うじゃん。すげえ好きって言ってんだから。いやすみませんそうでした。はい。でもあれをバズ・コックスはアートワークっていうかそのジャケットデザインとか結構かっこいいんだよ、はい、あでも今のやつもさっき見せてもらいましたけどいいですもんね。いいシンプルで、はい、このバンドを好きな曲、まあ、そのこのバンドを好きなバンド、はい、後進のバンドというか、はい、たくさんいて、はい、すごい影響力やっぱあるんだよね。へーこのさボーカルのピート・シェリー、はい、2年ぐらい前に亡くなってんだよね、2018年に、心臓発作でうわ亡くなってんのよ。あ結構まあそんな年齢っちゃ年齢なんですか。そうそうそう。でも全然あんま本当パンクっぽくないですもんね。そうでしょ。ポップなポップそうそうそう。でだんだんさこれは割とそのポップなパンクになってって、はい、でここからまたなんかパワーポップっていうね、はい、流れが生まれてきたりとか。あなるほど。でバズ・コックスの中でも割とそのシンセサイザーであったりとか、はいまあ、いろんなその機材も変わってくるから70年代から80年代になってくからさあその境っていうかそう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 。あのギターのストラップもすごいですねこのなんかすごいって何お坊さんがいや今朝みたいなこと言う別に今朝だと思ってつけてないからこれ。そうなんですね。すげえいじるじゃん。いやいい意味です。終わっちゃうんだよ。あやばいいい意味で。いやでも音楽すごいいいっすよこれです。いやすごいいいっすね。いいでしょ。すげえピート・シェリーの服いじるけどさちょっと目に入っちゃったんで、うん、言いたくなっちゃうんで。曲聴いてよ。いやでも普通にいいっすね。いいでしょ。パンクって聞いたんでラーダダーみたいな荒いのかなと思ったらそれもねかっこいいんだけど時には僕はやっぱこっちのね柔らかい感じ、柔らかい感じの爽やかなねパンクロックが好きなんだよね。いやいいですね。いっぱいいますね。いっぱいいますよ。多いですもんねイギリス。うん、だそれこそ今日はだからそのマンチェスターの話をして、うん、でもその場にまあスミスであったりとか、はい、ジョイ・ディビジョンとかいるよって話したじゃないですか、はい、やっぱそのジョイ・ディビジョンとスミスって僕やっぱ大好きだもんね、はい、このマンチェスターのバンドやっぱいいよ。いいっすねそう考えたら。すごいな。いやすごいのよ。モリッシー。モリッシーほんとすごいしリアム、うん、やっぱさそのなんていうのかなマンチェスターでパンクバンドとして、まあ、バズ・コックスが人気出たんだけど、はい、パンクの感じも変わってくるんだよね後半になるとね。そっか。だってさジョイ・ディビジョンのメンバーがその、ね、ピストルズのライブをマンチェスターで見たんだけど、うん、でもピストルズみたいなバンドじゃないないですね。だから逆に、うん、おっと思ったのかもしれないですよね。だからもう僕パンクって言ったらそっちですもん、うん、セックス・ピストルズとか。はいはいはいああいうイメージですからね。だから逆にそっか逆にいってるんだよな、うん、その感じもいいんだよな。マンチェスターのそのね42人3人しかいなかったライブにいるメンバーいたお客さんといたやつらがまたちょっと違う解釈をしてパンクを表現していくっていう。そうなんですね、うん、いやマンチェスターすごいですね。テクノのマンチェスターってすごいですからね。いやすごいでしょ。はい、うん、いやだから音楽の都市なんですね。そうなのよ。それがもうバズ・コックスからだ。うわすごい。ちょっといろいろ知りたいですね。どんどんそこからいろいろ。そうなんだよ。ぜひね掘ってほしい。いや見たいいろいろ。マンチェスターにいる出身のバンドってだけでもね。あそういうのもいいかもしれないですよね。その都市いいよ都市いいよ。都市にフューチャーした。はいはいはい。バンドシリーズとか。そうなんだよね。結構ねイギリスのロックってね都市の特色というか、はい、カラーがね出てくるんでね結構言われたりとかするんで、ね、そういう都市の名前で言われたりとか。そうですよね。だって日本でも北海道出身のバンドってあるとかぽいなとか京都出身のバンドってあぽいなとかちょっとやっぱ色があるんですよ。あるんだよね。なるほど。そう。れいいかもしれないですね。その年別でちょっと見たいですもんね。それはまた特別編とかでなんか曲じゃなくて、ああいいねいいね、バンド名を羅列させて、はいはいはい、相関図みたいな感じでいいね。ホワイトボードあるからさ、そうですね、書きながらなんかにね、いいっすね、いうパターンもいい。あ、いいですね。ぜひぜひちょっとそれやりたいですね。今回はバズコックスでしたけど、またマンチェスターのバンドはぜひ紹介させてください。お願いします。はい、今日は以上でございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。